そんで、あんで、まあ、井上くんが、じゃあ、ヒデさん、ヒデさん、共同、あ、違う、最初は毎日飲み来て、俺、おだてんだ、とにかく。毎日おだてんなよ。とにかく毎日飲み来んだから。で、大して飲まないよ。ちょろっと来て、カッコつけて、ほんで。で、いつも俺を褒めて、いや、ほんと井上くん、なんて言って、いや、ほんとですよ、なんて。あれ知ってたんだよな、兄貴やべんの。の野郎で褒められてんで、俺坂本くんと井上くん、あ、じゃ井上くんそんなに褒めてくれて思うんで、みんなに俺井上くんってやろうかなって言った。2階のセカンドルームとか2階のいろんな店のキスとかね、レガテとかいろんな、みんなに同じ、全員に止められたらやめろって。井上くんとは、井上くん詐欺師だからやめろって、そんなのって。俺みんなに同じこと言った。君たち、井上君見る目ないんだよ、君たちは。見る目ないな、みんな、なんてね。全部のオーナーに言っちったって。そうなの、3ヶ月で取られて、井上に。取り方がうまいんだよ。で、共同経営しましょうって言ってて。あ、ちゃちゃ、最初違うんだよ、最初違うんだよ。最初、店買うのに金ちょっと足んなかったんだ、800万で。俺、全然200万ぐらいしかなくて、600万は年末に、あ、違う違う、あとの、そうだそうだ、年末あたりにお金入ってくるのがあって、で、それで、それまで、年末までお金ないんだ。それでどうすっかなって悩んでたんだ、200万ぐらいしか。そう、それでちょっと200万ぐらいじゃなくて、今全然ないんですけどね、今もっとないですよ、見ないと見ても200万ぐらいしかなくて、そう、200万ぐらいしかない。そしたら井上が貸してくれるって来たんですよ、全額。なんでって言ったら、いや、俺ヒデさんのファンなんですと来たんだ。それで俺好きになったんだ。そうだ、借りてもいないのに信用しちゃったの。バカだよね、井上くん、いい人、井上くん、いい人、あんないい人いないよって言って、借りてもいないんですよ、1円も。なのにもう借りた気になってんだよ、だって。借りてもいないのに、いい人、いい人。そのうちね、こうやって言ってきたんだ。共同経営しませんかって、俺がもうすげえいい人いい人言い出して長くなったら、今度ヒデさんやっぱり一緒にやりませんって。いいよ井上くんだったら、こっちからやりたいよって。一円もまだ借りてないんですよ、もう借りた気なんで。そうそうそう、ありがとうっつって、じゃあ俺一緒に200万しかないから、いやこれっつって、じゃあこれ買おうよ兄貴からっつって、兄貴じゃないんだやろな。その鈴木浩一に言ったら、いや井上には絶対売りたくねえ、プライドのね、絶対井上には売りたくない。でも向こうも背に腹変えられて、俺坂本くんいるって言わなかったら俺もずるいから、言えばね、坂本くんに1000万で売るっていう話になっちゃうんだろうけど、でも言わなかったら、まあ、800万で買いたいってなったし、俺も200万って言ったって、じゃあもう井上に借りてやろうと思ってて、で借りてやるが共同経営になっちゃうのよ。うまいよな。